ちょい見せメイキング。どんくらいぶり？金八のスペシャルじゃないぶりかな。こないだマッスーとも、うん、あのエレベーターで会ったんですよ、スタジオの。すっごい気まずかった。そう、なんだろうね、なんですかね、ちょっと照れくさい。だってちょっと敬語じゃん。なんかわかる。これあれ夏休み明けのさ、また新学期みたいな感じの空気。いやいや、あのそれよりだってもっとなんか同窓会、同窓会ぐらい恥ずかしい。なんか昔を知ってるし。いやだからなんて呼べばいいんだろう。中としか言えない。中長谷健しかないから、なんて呼べば。加藤さんみたいな。中尾くん。いや、やだね。もう役の時からもう役名で呼び合ってたの。全員そうだったよね。全員そうですよ。じゃあ中尾くんは茂のことは長谷健。長谷健だった。長谷健の人か健の人がどっちかだった。長谷健。そうなんだ。長谷健の時は何年前？14歳、11年前、12年前。12年前？12年前？あ、22年前。22年前。20年前。22年前。22年だって。今加藤茂樹見て、なんか変化っていうのは一番どういうとこ中尾くん感じます？おっさんになったな。お互いなだってさ、その間にもうご結婚もされてるしさ、子供いるんだもんね。金八の中で一番下だったから、のリアル年齢はなんか身長もちっちゃかったイメージがあって、すごいこう可愛らしい感じだったよね。一気に大人に、すごいよね、精神的には一番大人だよね多分。何年目ですか、結婚？8年。20。もうだいぶですよね。もう8歳の息子いるんで。すげえ。マジですか。週に8歳の息子がいるんだ。俺、お父さんですからね。すげえな。中尾くんって今いくつ？僕30、今年4ですね。1個下。1個下なの？はい。あ、1個やんだ。ここ今変な感じなんだ。すっごい変な感じ。めちゃくちゃ変な感じ。やりづらい。やりづらい。やりづらいよね。子供も喜ぶ実験を。息子となんかできる、まあ科学実験みたいな。春休みにぴったり、親子でできる科学実験をメイキング。塩化ビニールの缶をつないでエアバズーカを。材料さえ分かれば、ガチで買ってきてつけるだけ。子供テンション上がりそう。上がりそう。おお、来た。果たして成功するのか。なんかお芝居すごいなって思ってる。あんまジャニーズってやってなくて。いっぱいありますよ。木村さんの弟役グッドラックっていう作品で、もう本当に全く NG 出されない。僕はもうテイク15ぐらい NG 出して、いまだにやっぱりなんか隣の隣のスタジオとかにいるだけでもなんか僕だけすごい緊張してます。別に怖くないんだけど。全力メイキング、3月4日深夜0時50分。